この動画は、落ち込んでる人、元気を失っている人がいたら、一度で響かなくても、二度目では、という思いを込めて作りました。僕たちは飼われているわけではないので、もっと自由でいいんじゃないかって。例えば僕なんかは、神社などに足を運ぶのが好きなんですが、どう思われるかなんて気にしないんですよ。例えば、神社ばっかりに足を運んで欲張りな奴だなぁと思われても、神社へ足を運ぶときはお願い事を叶えてもらうときにしか行かないという人が勝手に思ってるわけじゃないですか。いろんなものを着せられたワンちゃんがいたとして、本人、いや本件は一体どう思ってるのかわかりませんし、どちらが優れているかではなくて、どちらが自分のタイプ好みかなで判断する人もいる世の中なので、何が何でも白黒はっきりさせないといけないと思うことばかりじゃないじゃないですか。見える景色には色がついてますよね。それぞれの個性という色をみんなが尊重できればいいんじゃないかなと思ってます。自由とは、自分の字、由来の由で自由と書きましたよね。魂だけの存在からこの時代を選んで肉体を持って誕生したわけですから、魂が選ぶ方向へ。僕が考察を入れているのは選択肢を増やすため、選ぶのは個人の自由です。人類の歴史からすると、人一人の寿命なんて比べ物にはなりませんよね。僕たちはみんな赤ちゃん、赤子でした。古代には赤、黒、白、青の4色しかなかったという話があるという話もしてきました。赤は明るいということ。丸く穏やかな気持ちで明るく生きて、それで少しでも周りを照らしていけたら幸せだと思ってます。古代の人々、先住民の人々があらゆるものに神や精霊が宿るという考えを持っていたのが好きなので、見せてくれる自然に生き物に素直に感謝しています。時には人間以外があっちへ行くといいよと教えてくれるかもしれませんよね。手なずけることで見れる景色もあります。でもそうではないものに神秘というものを感じてしまうんですよね。皆様が幸せを積み上げていけるよう祈っています。